25歳の時の肖像が、ソフィア・ジェックス・ブレイクは、イギリスの医師、教師、女性運動家である。女性が大学で教育を受けることができるように、運動し、1869年から、エディンバラ大学で医学の教育を受け始めた。ジェックス・ブレイクに共鳴し、エディンバラ大学に入学した他の6人の女子学生と、エディンバラセブンと呼ばれた一人である。スコットランド最初の女性医師となった。 女性が医学を学ぶための学校の創立者でもある。イーストサセックスのヘイスティングスに引退した法律家の娘に生まれた。兄は後に、ウェルズ大聖堂の大主教となるトーマス・ジェックス・ブレイクがいる。南イングランドのプライベートスクールのいくつかで学んだ。後両親の反対にこうして、女子学校のロンドン・クイーンズ・カレッジ2858年に入学した。 1859年に学生のままカレッジの数学の講師となり、1861年までカレッジに泊まり、社会改革家のオクタビアヒルと交流した。女性の教育について学ぶために、アメリカに渡り、アメリカにおける男女教学の発展に影響を受け、後に A ビジットツーサム、アメリカンスクールズコリッチスを出版した。 ボストンの女性と子供のための病院で、アメリカの女性医師のパイオニア、ルーシー・スメルと出会い親友となり、病院でしばらく女子として働き、医師となる決意をした。1867年に、病院の先輩スーザン・ディモックとハーバード医学校の学長に入学を希望する手紙を送るが、1ヶ月後、大学は女性を受け入れる規定がないと拒絶された。翌年、ニューヨークに、 エリザベス・ブラックウェルが設立した医学校に入学したいと思ったが、父親が母し、母親と過ごすために、イギリスにも戻らなければならなかった。1869年に、女性運動家のジョセフィン・バトラーが編集した、ウィメンズ・ワーク・ w o m ウィメンズ・カルチャーにメディシン・アズ・エープ・フェッション・フォー・ウィメンという論文を書き、女性が本能として、患者の世話に適していること、 女性教育が家庭内の技術の教育に止まっていること。女性の能力が男性よりも劣っている証拠のないこと。公正な教育と試験が行われるべきであることを主張した。エディンバラ大学に受講の申請をするが大学は一人の女性の興味のために講義を用意することはできないとして拒否した。ジェックス・ブレイクはスコットランドの新聞。 スコッツマンなどに広告を出して一緒に参加する女性を募った。6人の参加者が集まり、医学の学位に必要なすべての授業と試験に参加する権利を求め、これは大学当局に承認され、エジンバラ大学は女性の受講を認めた最初のイギリスの大学となった。医学教育に女性が参加することは大きな反発と議論を呼んだ。 女性が同じ条件で男性に対抗できることが証明され、始めると学生たちの嫌がらせを受け、1870年11月1日のセルジンス・ホールライオットと呼ばれる事件で反発は頂点に達した。解剖学試験に臨む女子学生に数百人の群衆が集まり、女子学生をやじり、ゴミを投げつけた。この事件はイギリスで大きなニュースとなり、 女子学生たちは逆に多くの支援者を集めた。結局、大学の有力な医学部のメンバーによって、女性の学位取得は拒否され、1873年に、この運動は失敗に終わるが、女性の高等教育への参加に大きな貢献をした。1874年に、ゼクス・ブレイクは、ロンドン女子医学校の設立に協力し、啓蒙運動や研究を続けた。 医療法が改正され、医療機関は性別を問わず採用することが許可された。新しい法律は、アイルランド医科大学で最初に採用された。ジェックス・ブレイクは、スイスのベルンの大学で、医学試験に合格し1877年1月に、MD の学位を受け、この法律の恩恵は受けなかった。アイルランドで医師の認定資格を取得し、イギリスで3番目の女性医師となった。 エディンバラに戻り、1878年6月に医師を改良し、スコットランドで最初の女性医師となった。翌月、貧しい女性が安い費用で診療を受けられる、診療所も開いた。1881年に母親が没した後、しばらく鬱の日々を過ごすが、1886年にエディンバラ女子医学校を設立した。女性職員が運営する病院を作り上げた。 エディンバラ女子医学校は小規模であったが、有名な医師、イングリースらが学んだ。1892年にエディンバラ大学が女子学生を受け入れるようになるとその役割を終えた。ジェックス・ブレイクは1889年にエディンバラの病院を退職するが、その後も医療に携わった。ありがとうございます。